30からの1年が結構めちゃくちゃ楽しくって、30からの1年が結構めちゃくちゃ楽しくって、30代になったからってじゃあすごい変わったわけじゃないんですけど、このウキウキな感じのまんま次の1年も行きたいなと思います。